電子までお待ちください。続いて世界各地のニュースや話題をまとめてお伝えする世界のメディアザッピングです。驚きの発見です。イギリス南部で見つかったのは、なんと泥炭に守られ無傷の状態でした。CT スキャンで中を見るとピンクの部分は何らかの液体、卵黄と卵白の可能性があるというのです。古代ローマ時代の卵、研究者は世界的にも唯一無二のものだとしています。ここで地震の情報です。先ほど5時43分ごろ関東地方で震度4のやや強い地震がありました。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。震度4を観測したのは埼玉県南部、千葉県北東部、千葉県北西部です。また震度3を茨城県北部、茨城県南部、千葉県南部で観測しています。また東京渋谷の NHK のスタジオでも先ほど揺れを感じました。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。新しい情報です。震度3の情報が更新されました。東京23区と神奈川県東部でも震度3の揺れを観測しました。震度4、埼玉県南部、千葉県北東部、千葉県北西部。震度3が茨城県北部、新しい情報です。この地震による津波の心配はありません。この地震による